トルコ南部で今月6日に発生した地震によって倒壊した建物の下から、18日朝、サッカー元ガーナ代表 FW クリスピアナツが遺体で発見された、代理人が明らかにした、31歳だった、A プレミアリーグのニューカッスル、エバートンなどでプレーし、昨年9月からハタイスポルに所属、地震前日5日の試合では決勝ゴールを決めていた、ガーナ代表では65試合に出場し10ゴール、最後に選出されたのは19年が最後だった。代理人によると、震源地に近いハタイ県のアツが住んでいた建物が崩壊、一部で地震翌日に救出されたと報道されるなど情報が錯綜していたが、18日の朝になって瓦礫の下から遺体が発見された。電話など所持品がいくつか見つかっている。地震発生の数時間前に移籍前提でトルコを離れる予定だったが、直前に残留することを決めていたという。クラブは公式ツイッターで、あなたのことを忘れない、アツ、あなたが平和と共にありますように、我々の悲しみを表現する言葉はないとコメント。トルコリーグは早ければ3月3日も再開を見込むが、ハタイスポルはすでに出場辞退を決めている。ガーナ協会は公式サイトに追悼の文書を掲載し、今週末に行われる国内リーグなどの試合で1分間の黙祷を行うことを発表した。かつて所属したニューカッスルは、才能があり、特別な存在だった彼を、我々の選手、スタッフ、サポーターは懐かしく思い出すだろう、と哀悼の意を表した。LC も、ご家族、ご友人、そして今回の地震で被災されたすべての方々に、心からのお見舞いを申し上げます、とのコメントを発表した。地震発生から10日以上経過した今も、現地では倒壊した建物からの救出活動は続けられている。トルコと隣国シリアで合わせて4万5千人以上の死者が確認されている。ネットの声、今回ニュースであまり細かく映さない、時間が少ない、引いた遠巻きでの現地報道が多いと感じた方も多いと思いますが、それだけひどい光景がそこら中にあるからです。各国撤収が早いのも重機がない、コンクリのみの建築での倒壊なので人手でできることがあまりないからのようです。身元が分かっただけでもよかったのかも、ご冥福を、祈りします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。